と、もうパッとで着くから、ちょっと今回の場所、あの、行きたい行きたいとはだいぶ言ってるんですけどね。俺、行ったことない。俺が飛んでくれないんです。あの、正直割と不安を感じておりまして、ここに関してはかなりヤバいところなんじゃなかろうかっていう。全然俺聞かされてねえからようわからん。今から行く心霊スポットは今まででもなかなかなかった場所で、単純なお墓とかではないのですよ。どんなお墓やん。こちらの心霊スポットは江戸時代の処刑場としての跡地で。なんだ、前言ってたやつか。ただここね、評判見る限りね、あの、要は牛四天王並みに面倒くさいやつおるんじゃなかろうか感があるんだよ、俺の中で。狭間不動尊か外人墓地か知らんけど、あれくらいの。俺もそんな余裕ない。動物が出てくるのが怖い。ああ、鹿ちゃん飛び出してきそうだ。なんかパッと目通ってるところはあれだ、あの、狭間不動尊に行くとき思い出すなって思いながら走ってるけど、ここももや取れてもおかしくねえんじゃねえかなと思ってる。そうだよな。いや、あの、マジにそんぐらいヤバいところだと俺は思ってる。光は眩しい。特に問題なく、温泉は用はないぞ。およそ200メートル先、目的地は右側です。まあ、これはまあ直進だ。もう閉まってるし。この辺り。目的地は右側です。これ？知らない。今のとこ、今のとこ、今のところ。あと、もう…いや、高いってる。これ、また入る。入れる。知らん。徳川家。
潮騎乗跡。潮騎乗跡？これ行けれるの？怖いな、これ車行けるのか？これ絶対昼はいるぞ、下見。100m ってあるから、歩いて休みます。置いてこんなもん車止める。これはきついな、お前まさかこんな子だと俺思わんかった。俺も思わんかった。どっかに駐車場があると嬉しいな。これ駐車場じゃないの？これなんかある、ここなんて書いてある？展望台。あ、さっきの絶景が見れるのか。ちょっとここに止めよう。止められる、ここなら OK やね。じゃあ、うん、OK ですな。暗っ。暗いな、おい。どうする？行きますよ。なんで俺がこんなに惹かれるのか理由が知りたいの。ろくでもねえところなんだろうなっていうのを自覚した上で。まあ行くだけ行ってみるしかないな。12時っていう時間が怖いよ。